な、あの、見て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 、出て着きましたね。駅で偶然出会って、ロッサンと、やっとと、聞きました、ね。結構飲んだら聞かれてる。朝5時まで。最初に、6時に開いて、陣取って、で、それを盛り上げるために、エトラまとめないといけないんだけど、一気飲みゲームしよう。日本シェース、ほんとに。いい感じで酔っ払ってる。いやー、ちょっとやばいっすよ。カルテもいるよ。体調はいい。僕の役目はもう終わりました。いや、お部屋と、ここで何人しか座れないの。何人しか座れないの。トマティもいる。トマティもいる。店長。店長。ありがとう。前回入院した時どれくらいって言われたんですか？いや、寿命は上がってないけど、血糖値は200円ぐらい。すごい絞れてる。すごいと思う。入院してなくても、
そこだけ。銀前さんで結構毎日配信してんじゃん。で、毎日配信しててさ、同じことしか言わないじゃん。これは耐えられるやん。銀前さん。やだやだやだえ、おったんだだってね、運命でしょ、だから。逆にね。船長、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 さっきフォローしてやる。宿が一人で来たから、宿一人で来たから。船長大事だよ。紹介に会えんかって。本当にかわいい。すごい真ん中だよ。お疲れっす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 。え、帰っちゃうの？え、帰っちゃうの？結婚みで。俺のウェブカメ使いますよ。USB が。はい。内蔵カメラで通過メールが。ありがとうございました。ああ、本当ですか。これ結構じゃあ、充電器早いよね。うん、早いよ。もう、だって、もう一杯よ。かっこいいっすから。本当は、誰が一番かっこいいっすか。ありがとうございます。誰か、どうしよう。飛び切り先生の稼ぎだから悪いかな。ここで2人いるすごい。綺麗だ。めかすとめだな。最初の今日カメラに笑顔をすごいチャーミングですね。憧れだな。すごいね。これも頑張ろう。インバイスが最近ワッチやってないじゃん。何でやんないんだって、せっかくやるのにいいの儲かんない。なんか、あそこかお前の方が、すごい。いや、なんでかわかる。でも、やっぱり私は、もう目がつかし、酒を飲まないと。そうね、だから、本当にそうだと思う。俺は、ロックさんが金馬さんに酒を煽ってる。よし、だから、配信が。死ぬのとじゃあ過疎どっちがやるんですか。俺が酒やめたらだんだん過疎になっていくんだよ。耐えられないです。だんだん死を選ぶんだよ。過疎より死、死を選ぶんだよ。なんだ今配信の方。いやー、さっきまでね、喋んなかった3人が一気に吹いたよね。カメラ終わった瞬間に、やっぱり。そうでも何も面白くないんだよ。これ、俺、鼻炎がひどくて、フリーズライトつけようと思って。フリーズライトの感じ。違う。あれからやってないよ。エセレスタル君でやってからは。そこはやってない。仲間から来る。ねえ、やろうやろう。ペチャに500ドルあるの？予算プロだね。100ぐらい。そうだよ、アウト。見てみたいじゃん。色が変わる。俺は400ぐらいいったから。
でしょ、おしっこはしたくなるから。酒飲む。2時間、2時間、2時間。一緒に。え、男だけじゃん。知らないよ。今いるのは4人。俺、合流したの4人で。結婚でしょ？あ、そうだけど、違うんだ。もう頼んでるよね、でもさっきね。頼んでる。動画の隣に。ほら、もう。ここに人が話すから。知らないよ、だって。すいません。違う、狭いんだって、店が。先ほど、あの、チャーハンの花だった。店が狭いんだって。あと、真ん中なの。もう、本当に、これを知らない。知り合いしかいないよ。女の人と一緒にいないよ。しょうがないやっぱりね、見てて健康な人なんて、だって、健康イコール、一般人。もしもし一般人より何が楽しい。来ればいいじゃん、だから。そうそう。来るんだ。破天荒なことやってるから、ね。だから声かけたんだ。そんなね、なんか心配するんだったら来なよっていう声かけたの。おいでよ、今。別にやましいことなんかないから。そりゃね、あの、パソッとなるよ。え？死ねないよ。死ねえよ。もしもし？目が見えなかったら死んだもんね。何にもないよ。目が見えなかったら死ぬもんね。死ぬんだよ。予定行ったけどね、10時に。おいでよ、心配の。大丈夫よ。いい子にできる。それぐらいの覚悟で。絶対行く？絶対行けるよ。DJ だ。もしもし？絶対行けるよ。動いてるよ。動いてる。ちょっとね、こうだね。はい、やばい。本当に。あれは、こういうのが。明日だよ、出かけるの。明日も、そうだよ。はい。よろしくね。あと、2個バー。あ、じゃあ、キャップバー。本当に、3人ぐらい。キャップバーだ。新宿歌舞伎町。女の人と一緒にいるって言われた。リアルじゃないでしょ、だって。だからリアルなんだ。まあ、配信してる。また CM ないの。上来ないのって何？上。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 今さ、お酒飲んじゃなくて、今、よっさんが飲めって。
俺は命削って飲んでるんだから。金梅さんも飲め。お互いはいらっしゃる。わかんない。まだ。家バスみたいって言ったら。次行きます？地味を削ります？これは、ユーロハイ濃いめで。赤っぽいよ。ユーロハイ濃いめで。これね、火を放送しない。火を削ってからやったわ。そうだよ。だって、忘年会とか新年会とかさ、俺せっかく飲む。こんばんは。こんばんは。家だともう、家だともう、あと金杯さんめっちゃ飲んだから、暴走してる。でもつい最近の話で、ネルさんとかみんなで、ニコラマとツイッター使いで、やったじゃないですか、ありがとう、花火。アルタ前で、アルタで倒れたって情報を流れて、みんなで探しに行った曲新しいって。倒れてるよ。もう動けない。なんかあったら、酒飲んで。つい最近あったじゃん。いや、違う、確か。愛の方が。ずっと、飲みすぎて。あれ？これどっから来るの？立てないよ。やったよ。新聞店から来る。みんなでいっぱいで探してる。出すのは、出すのは、こちらの子。女の子！ああ、いいよ。誰、愛？これから見回ってるよ。最近巻いてるんですよ。まあいろんな。何やるの？ライブ行ったじゃん。アクラダンスは予算のわけじゃないと。やんないよ。だから、新宿のライブ。金牌さんと2倍、金牌さんと2倍してるんだよ。アクラダンスだよ。最近僕の枠でやる。僕ありがとう。新宿の時の高一の、高一くんがほら、配信しかしないだろ。高一くんって誰だ？あとは、ナーボーのライブでもあった。ナーボーのライブだった。ナーボーライブって俺のライブでした。あ、もうよし、ね、声優だって。声優、声優。声優じゃない。なぜでもやりたい。あいこさん。例の、例の、どうもどうも。有名な最近の話は、どうも。今気がついたんです。今気がついたんです。ニコニコの名前だ。始めます。さっきから始めます。髪の毛随分伸びましたね。赤い毛がもうあんまりない。そうかな。アシンメトリーでこっち側がもうずっとくなって。先輩さん、なんでそんな人が入ってらしてるんですか？もっと笑われるんじゃん。のんちゃん、今だけ。いや、のんちゃんが、だから、女の人の声がするって言って。知らねえよ。で、おいで、心配ならおいでって言って。全然大丈夫だもんね。風船ありがとう。ヒカルくんリスナーに当たり強くない誰が？アイコ。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 なんて言うんだよ、アイコちゃん。アイコちゃんは最初は言ったのに、アイコ。アイコ。アルくんがリスナーに当たって言うんだよ。そうですね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 。そうです悪くないね。いや、そういう言い訳いらないんだ。いらないんだって。いや、メンヘラ妖怪パパ。メンヘラ妖怪パパ。配信者、コマティ、コマティ映していいっすか？コマティと、コマティとヒカルくんいるよ。こんな感じ、もう満足ですよ。サムダルだけで、サムダルだけで、飛べる。豪華だね。発砲、アドレナリンが。めっちゃ豪華だよ。オールスターだよ、オールスター。サムダル食べてから、俺もそう言われたから、外食した時はサムダルに入ってました。そこだけ飛行機が入ってました。最初サムダル。その後は、お酒っぽなっていうより、もう、絶対糖尿で食っちゃいけないご飯を、どうでした？とりあえずサラダ食ってたから大丈夫だ。
すいません。正直ね、多分ね、今こんな来年ラムコークってありますか？次がなくなったから、来年の地方会議多分車椅子で。マイコさん、俺の目の前にいる。マイコさん、悪くなったんだ、足元。マイコさん、悪くなった。確実にこれ悪くなった。耐えられません。来年の地方会議で、地方会議参加することも。まなみさん、こんばんは。痩せ始めて、どうやって、あ、でもね、俺、ボブリンだったんだ。20代で120キロぐらい。だけど、下がった。ボブリン、食べれない。だいたい100キロぐらいから、もう、下がった。何だっけ、100キロ。人気者だね、ボブリン。120キロあったんだよ。20代で。ボタンボタン見てる。細く見える。みんなボタンがやばい。すごいね。黒巻き代表する目、緑色に塗ってるんだ。エクビすごい。カメラとかも、テレビ用のカメラとか。機材がすごい。テレビ用のカメラとか。スイッチャーとか、跳ねかけてる。ボタンも3杯目、4杯目だ。え、早いよ、さすがに。え、俺、旦那じゃねえんだよ、俺。やめてよ、助けてみて。確かに。誕生日を見てないから、チャーな人、チャーな人、俺だと思う。大丈夫。どうって、あ、早くて。早くて。その、合併症って、ちょっと、結局、今日は、ここには治ってる。反動は、治ってる。なんで小町にそんな可愛い女の子連れてんの？初めて、今日初めて、ここでやった。俺知り合いじゃない。知り合いでしょ。違う、本当に。追加図しか見てないから。回ってこってね、行くんでしょ。大丈夫、大丈夫。トマティ、いつも女の子って言われてる。許せねえよ。出た出た。可愛い女の子されないって。トマティ、いやいや。私、なんか配信とか撮りたくない写真とか撮りたくない写真とか撮りたくない写真みんな帰ってる。
ありがとうございます。光るタイプ。ニヤニヤ。相手タイプ。笑ってるだけだ。笑ってるんです。まあ、やる気あるんだよ。あんぐるやば。せい。めっちゃ身が可愛いね。猫に当たった。はい、バン。はい、バン。これはないし、これは本当に面白くない。これは面白い。いや、俺もの前で。え、いや、それ違うよ。これ、これ、マリオさん。僕ですか？久しぶりに女の人と喋ってる。さっきなんかチンコをボルにして。違うと？いやいや、なんか、チンコボルにして。もうやめろよ、お前。いや、やってたよ。やっちくのわけだったらいいだろ。ダメだ。やっちくのわけだったらいい。これはやばいよ。せーの。全然全然ね。食べられた。なんで見せる。思ってないでしょ。馬鹿にしてんの。絶対馬鹿にしてんじゃん。あ、いいよ。映っちゃってる。今日もお泊まりですか？逆に何時に帰ってくるの？分かれば1分もっと分かるんですから。277ぐらいになるね。ラコダマルシ。クイズダイヤってあるんですよ。200ちょいぐらいですね。200でも、だいたい50とか100ぐらいされるっていう。そうですね。ワクチーで可愛がってもらってますよ。でも、10時半ぐらいに行ければ、帰ることもいい。あと30分くらい。いや、グラダンス。いやいや、ちょっとあの、余裕を持ってね。他の配信サイトやると儲かんない。ああ、そうっすよね。ワクチーでやりたいよ。そうですね。10時半ぐらいで考えてる。高くやってないといけないか、応援してくれたら、ただ。全然やりますよ。豪華だね、メンツはね。レジェンドレジェンドレジェンドだよ、ほら。近代さんもいるし。なかなかレアな、レアな映像なんだ。レア映像。新宿だからよさよさ。花火ありがとう。横浜出るのに。10時半ぐらいってあるってことですか？うん。だから10時半に出れば。すいません。ラブコーク。すいません。風呂入り強めで。風呂入りの、あと、
コーラと生。キャッシュって厳しい。あと、ウーロンハイ。厳しい。まあ、厳しいじゃん、厳しい。男の乳首に嫌がらせてくれて。あ、ほんとに。大人のが、あれだ。肉玉が一番基準より。あ、ほんとに。ヨシキのグッとかは。あ、やばい。あ、ほんとに。あ、すごい。時間なんだろうな。生歩けないし、わからない。男なんだ。顔パスで入る。びっくりするわ。あ、すごい。男すごい。え、マジ？え、普段から。うん、びっくりした。今そこでカミングアウト。家だよ。やる。よっさんがデレデレしてる。よっさん。男の人なんて言うの？あ、すごい。違う。いや、男なんだ。いや、ほんとほんとほらほら、男性だ。これは私に。テーブル？え？そうね。はい、こんばんは。おお、のんちゃんいらっしゃい。東京戻ってきたよ。はい。ね、こっちは危ない。ね、なんかね、単に出ればいいよ。47度の温度が。ね、ちょうどいいでしょ。ちょうどいいですよ。あ、そうそう。こんなこんなと思った。19分ぐらいで出ればいいかなと思った。すぐ動くか。どれがいいの？いや、でもね、背の高い方が、背の高い方が、大丈夫だって。大丈夫だよ。あ、わかる。大丈夫だよ。オッケー、わかった。ありがとう、ありがとう。大丈夫だよ、そんなの。大丈夫だって。なんかね、ダイヤだから、あんまり余裕こけねえな。要求したいんだけど、まだね、おしっこはしない。だって6月まで、6月飲み会、4月飲み会、あんなに2ヶ月の差だよ、こんなの。あと1ヶ月って、これ、1ヶ月、何ですか、1ヶ月。どうせ1ヶ月後飲まなくて、また、肝臓悪くして、血吐いたりするんですよ。今度1個やりましたね。どうも同じことなんだか、今の方が、あとでも同じなんだよ。そうだよ、近いんじゃん。ねえ、いいね。いいんだよね、いいんだよね。私は19かな。これ4です。いいね。いいの13、14。そうそうそう、そんなやつ。私、いいの19だから。本当に横並びだ。間違いそうです。いや、全然したくないわ。いいってことは、話ってことだよ。そう、飯っぽい。そう、そこだよ。
あの、初めて。はい、すいません、はい。わさびおいしいよね、わさび醤油。なんで配信送りたい？俺が配信開けるから。あ、いいよ。あと27日しかやれないのに。それが趣味。ずっとそれだね。映画館。一人だ。転売さんないじゃん。まあ、じゃあ寝て放送してみよう。その繰り返しなの。お疲れっす。どうもどうも。まあ、ありがとうございます。最近はね、あの、クールで、名探偵コナンですね。黒の星の名前を。で、あとパチンコなんです。これ繰り返しになって、パチンコだから。でも俺の場合、儲かってるね。勝てる打ち方して。競馬が負けるこれ。競馬がね、やばい。そうなのやっぱりやばい。なんで減らってんの？普段何してんの？あと。あ、でも最近大変だ。やだ。CD では何じゃん？
かしら。どっから出しても、キングレコード。誰のことかわかんない。ワインじゃない、ランポランポあ、すいません、ありがとうございます。やばい。なんだ。平和負けてるよ。あの、3月で2月では調子良かった。全く早くもしなかった。今日も負けだした。はい、かわいい。じゃあ、ベイさん、ベイさん。ベイさん、僕はあの、リスナーさんもいいですよ。10万0円。やらないの？競馬パチンコ。危ねえ。世代からね。正解だよ。だけどさ、ギャンブルがない人生って考えられないんだよ。ギャンブルがない人生って考えられないよ。おいおいそれはビートたけしが頭おかしい。何かというと、ね、外川ね、外川の時におっぱいのことから考えたら、現実に持ってね、外川の時におっぱいしたんですよ。これで、ね、電柱に頭ぶつけて、頭おかしい。どこか海への胸、おっぱいを揉みしだきたいと思って、現地で、どこか海に行くんで、頭で、これで事故って、脳障害を。だからそういうことを言うんだ。頭、おかしいって言うんだ。だから、12時半とか11時ぐらいだったら、まあ、頭いかれてるの。みんなもそう思うでしょ。いいのかしら。だってあんな細かい映画をね、量産させるんだよ。スピードだけしながらできるわけないじゃないですか。こっちは、持ってるんだ。いやいや、持ってるじゃない。かわいい。これ、まとめちゃってもいいかな。この肉はもう、こっちのところ。やっとこれいった。これ絶対結構笑えるもんね。これ、それが今、笑う。戻ってくる、戻ってくる。いつもね、おしっこしたくなって、なんでしたくなるの？今回。国境にかけてあんな、あんな、おしっこ。出ない。さっきリスナーさんに声かけられたんで、リアド人数減らします。44。俺めっちゃ、この3人が配信で、マジで。俺は嬉しいっす。僕はもう、こいつの、嬉しい。大先輩。今日何やってんの？闇のとこ行って、ベリーちゃんも行って、水山奈々ちゃんと。ああ、もう、で、ここで、宿にずっといたんです。で、ここで、人道言わないと、みんな座れないの知ってるから、先に人道って、先ほどの人たちで頑張ってもらえる。そう、頑張ってもらえる。今、人道に。座れない、座れない。今。ほら、なんか光る。
言ったんじゃん。チャンネルが欲しいんだよ。さあ、よっさんチャンネル。いやー、無理だね。まあ、なんでなんで。お前がいいって言ったじゃん、無理。だって、便所、だって、便所太郎より上。それが起きて、便所太郎より上。じゃあ、それは、やっちょくんと、マイクの。どっちやろ、ヒカルとベンジョどっちやろ。ヒカルでも1800とか2000とか行くときだよ。行くときだよ。乗ってるよ。乗ってるけど、俺、いや、乗るのはダメなんだよ。例えば、ヒカルさんが一人で配信してどれぐらいですか。誰かとコラボとかじゃなくて、一人で配信したって。炎上したらめっちゃ乗る。炎上だから。一人でやったらどれぐらいですか。ちょっと頑張れば、4本。え、これ、ね、コースパートの時に、ベンジョ太郎は落ちた。なんで、ベンジョ太郎。いや、ベンジョ太郎は落ちた。でも、ヒカルがやったら、結構やってくれる。俺らやらない。いや、ちなみにチャンネルが手に入れたら、どれぐらい会員数が入りますか想定として。これちょっと、リアル的な話してる。リアル的な話。他のリスナーさんに触れ合ってる。なんでかというと、僕のリスナーさんみんなアンチなんですよ。で、僕がどこどこの枠に行ってあげてって、3、400人か平気でバーって行っちゃう。それぐらい眠れる。いやー、ダメじゃない？ダメじゃないの？自分のリスナーがイコールいないじゃない？いや、います。何だろう、渋谷区には。渋谷区にいてじゃあ、500円として何人入るかって。500円。いや、うち、ね、5人ぐらいじゃない。でも、足りなかったら、やるまでじゃない。渡せるだけじゃない。自分が、いつからお金を考えることなんですか。だから、その、儲かるんだったらいいけどね。金牌なんか配信したら100人ぐらいいるけど。なあ、呼べばいいんでしょ。100人いるんだったら。呼べばいいんでしょ。呼べば。呼ぶじゃない、チャンネル会員が100人ぐらいになるから。100人ぐらい。じゃあやりますか。ちなみにじゃあ、うちの猫が今、110人ぐらい。それ超えられる。黒雪が110人ぐらい。猫のチャンネルすげえ。それ超えられるか、黒雪チャンネル。やります。やれるんか。全然話は分かってない。申請はできたけど、運営が多分落とすと思う。申請が。運営ってどういう判断なの？いや、そうなんだよ。判断が分かる。だって俺15人だからね。俺はなんで、大阪大学、大阪大学。いや、多分最初の方だ。言えるかな。いい時期に。そう、いい時期、いい時期。で、あの時は申請すればもう全部通った。大変だ。だけど今じゃ、今なんかもう、そういう乱立が防ぐから、ダメだ。そうね。ちゃんともう、運営が審査して、いいやつがいい、ダメだよ、ダメだよ。一回申請出せる。出せるよ。で、何回も出せるんですよ。何回も出せるけど、多分一回失敗したらダメ。で、さあ、俺にもチャンネルくださいよ。なんで、あのね、チャンネル撮ったらニコ生でやらないじゃん。どうせさ、やるやる。ツイキャスしかやらないじゃん。やる。じゃあ、これ、腹黒い話していいですか。10月から何戦争したら、らしいじゃん。なんか、噂ではそういう噂。もしなれば、ふわっちってお金に来られるから。なんでかというと、暴れたいから。暴れたいからダメでしょ。バンになるじゃん。バンになる。ダメでしょ。それでも、わかったらダメでしょ。バンになるならダメでしょ。うちはバンする。自分です。自分が。何回ぐらい自分が。自分がもうチャンネルなくなった。身をもって大感じ。復活してないよ。だからもうないの。形ができない。絶対できない。戻らない。生神。生神だよ。あ、後から光入れよっていうのなしです。いやー、そうなんないと思うけどね。めっちゃ強気だ。後からなしです。時間が入ってください、ね。日本人は50人ぐらい多分入るんで、そうすると、ダメ。50人か。50人、多分片50人は入る。1100人。あのね、別にいいんだけど、それが、運営が通してくれれば、うちの会社としては、どんどん上げてもいいと思う。だけど、それ運営が通すか通さない。一回チャンスください。いや、そうなんだけど、いい。
別にいいけど。無理だよ。無理だよ。まず、ロクさんがチャンネル申請通してくれるって。いやいや、通してくれるって、それは運営が決めるから。審査を出してくれる。審査を出してくれる。うちから、誰でも別にいいんだよ。チャンネルは、あの、うちの利益になる会社には。なんか、いいんだから、いいんだから。待って、どういう取り組みよくあの会社。うちの会社は、あの、ぜひぜひ、チャンネルお願いします。うさだよ。何ですか？あとから力入れてけばよかった。多分なんない。入れてください。いや、ならないですよ。なんで伸びよう。1個ポイントぐらいに。あ、どうぞ。いや。でも、そうだよね。ちょっと、聞いてるかもよ。もうやる。追加しつつだからさ、コラボありで。いや、大きい配信。他の人は知らないけど。一人でさ、ずっとやって、1ヶ月ぐらい一人でやってみたい。実力を知るってことなんだ。上から見て。コラボ禁止や。上から見て。チャンネル申請出してくれるか。結局ね、俺らが思うに、そのコラボしても、自分のリスナーにできなくちゃ意味ないんだよ。あ、それそうか。そのコラボして、じゃあ自分の名前を知って、それで、あの自分が、その知ってくれた人をどう自分のリスナーにするか。トニックじゃない、トニック。よし、やります。それができるかどうかってね。やればいいんでしょ。やればいいでしょ、だから。それができないんだよ、みんな。やる。俺やるんで。俺にやるんだ。試しに、今、リスナーに、ニコモのチャンネル開いたら何人入会してくれるか聞いてみていいですか？はい、こんなの見てる人に、俺がチャンネル開いたら、の、そう、の、のって。じゃあ、もし、和道がニコニコチャンネル、よっさんの力で解説できたら入会するっていう人。これ何人？手挙げてください。多分これ、5人ぐらい。5人ぐらいかな。5人か10人ぐらい。値段っていくらなんですか？それは自分で決められる。自分で決められる。で、便所は1080円にして落ちました。1080円でしょ？あの、袋を0.1円で。やっぱ収益の、あの、金額によっても、審査の影響に響く。お若で入る。いや、審査に響かないと思う。4、9人。そう、ツイキャスとか見てる。5人、10人。それで、そう、人を呼べるか。10人。わ、俺燃えてきた。俺がニコニコチャンネル解説した入る人。11、12。13。13か、微妙。じゃあ、半年待ってください。14。え？半年後に、今、ちょっと途端生意気で今言ってるじゃないですか。半年後に言われます。で、いやいや、だから半年後って、そこで早い結果が出すから。とりあえず半年後に、僕のマフラー、行く時だって。よし、決めた。俺、行く。言えないと思うよ。いや、今厳しいからね、マジで。ニコニコでチャンネル撮るって言ったら。厳しいですね。そう。厳しいよ。厳しいって言われる。厳しい世界だよ。撮れたら本物じゃないですか。撮れたら、マジですごい。いや、運営が認めた人やよ。撮れたら。よし、変えます。20人ぐらい。リアル。20人ぐらい。20人ぐらい。変えますよ。楽しみだな、俺。ぼったくらないんだ。300円とか、400円とか。だってぶっちゃけ、よっさんの参加に入った方が楽なんだもん。いや、そんなことない。ファミリー。楽しようとしてる。いや、それだから倍増できるかって。じゃあ倍増じゃなくて、じゃあなんか問題起こすときに、よっさんって自由じゃないですか。だから、うちのスタッフが順にやったら、それでいいんじゃない？俺、よっさんのスタイルが好きなんですよ。あ、そうなの？はい、その尺が。俺らが捕まっても、ジャンネルは消えない。俺は、よっさんの、やっぱ、それがすごいっすね。でもね、それよりもね、よっさん自身が、もう、バンバン食べるって、全部消える可能性ある。あ、それが一番バンジーだ。それが一番怖い。そう。だから、今んとこ大丈夫だけど、今ね、例えば、深夜っていうのが、昼前さんとか、いろいろ、ワンワンが、バン、何回かバン繰り返したら、正直、うちの会社のチャンネルが全部なくなるの。誰かの
誰かが、あと誰かが2、3回ガンになったら、多分、全体的に初めて消えた。まだ俺だけだから、今消えてない。おわしか。社長が一番なったらダメだよ。社長が、なんとれない。一緒に危ない。社長が、やりすぎる。あ、よっさん振り込んでるの本当に本当に振り込んだもん、これ。で、クロスマス。マジで？ありがとうございます。正直だから、うちの会社のエースが、今、黒い木の金牌さんだから、黒い木の金牌さんが今、うちの会社を支えてるような感じで。競馬の例が、競馬の例が曲がってていいよ。全然上がってない。よっさんでも、万歩券当てすぎる人いつも当てません？当ててないよ。負けてる。よっさん超強いイメージだ。まあ、当たった時はちょっとでかいって。それでイメージある。大穴大穴黒い。長い話じゃないよ。当てたでしょ、下で。すげえ。ほんと？一番オレンジやろ。ああ、そうなんだよ。グレープのオレンジやろ。女の子にやった。正直それでもでかいんだよ。ドッパイさんは100人くらい。グレープのオレンジやったら10人くらい。まあ、ワンワンが30人くらい。ワンワン30人くらい。ワンワン30人くらい。ワンワン30人くらい。だから、それは電気より稼いでないの。電気より稼いでないの。でもそれでも、うちの会社は、仕事が入ってくる。やめなさいって。なんでそんなに二人組の進行を上げたらしいの。でもさ、やらんと。友達の会。友達じゃん。やら、友達じゃん。はい、すいません、グラスちょっともういいよ。サラダオーダー通ってないね。何で？ 1 時間以上来てる。え、早いね。それじゃだけ。ありがたいよね。レジェンド3人いるから。あ、すごい。そうだね。あ、いい匂いする。あ、いい匂いする。え、帰っちゃうの？帰っちゃうの？ねえねえねえ、帰っちゃうの？でもなんか、映ったことによって、娘さん。え？子供いるの？そう。いやでも、うちは全然気にしないんですけど。気づられてて、それでやめ、ママやめてる。えぇ、待て待て待て。入っちゃう。皆さん、お邪魔しました。寂しいよ。応援からんじゃない。いや、寂しいし。こんなの入っちゃったんだよ。また甘いんだよ。今年は全然ないのに。大きくなっちゃった。アイコさん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 。パイナップルサワーの方は、グレープ、グレープ、
ブレイク。レジェンド。あ、グレープフルーツこっち。グレープフルーツこっち。あ、すいません。もう一個サラダ取ってます。サラダ。ニップさん、お前が行く。なんか、マレムじゃない？マレム。ねえねえねえ。まあ、配信者にある謙虚感って言わないんだ。配信者に謙虚感ある。ああ、そう。そう楽しそうだ。謙虚者に何があるんだよ。やらしとけよ。金が欲しいんだ、金が欲しいって言えばいいじゃん。そんなもんね、健康なんていらんじゃん、配信者。でも、ワンワンよりは俺、取るよ、俺。ワンワン300円で30人なんですけど。500円で、500円で30人いけるの。行く、余裕で行く。50人ぐらいいけるね。余裕で余裕。200円で行く。2ヶ月ぐらい時間もらえます。え、そんなかかるかかるね。そんなかかるの？ 1 ヶ月ちょいで、1ヶ月ちょいで、ハレムじゃん。ハレムじゃん。いや、ハレムじゃん。それは行くの？毎日配信もやるし。どうせふわっちやんじゃないの？チャンネル稼げないっつって。いや、全然。どうせふわっちやるでしょ。なんか、キャスト3年間じゃん。2個も3年やってんだよ。でも、ふわっち。よくやろな、これ。ビビたる力かもしれない。あ、多分ね、厳しいこと言うんだけど、その前、チャンネルは通らない。通らない。絶対通らない。通ってみてよ。いいけど、いいけど、だけど、通らない。無理かな。無理。誰か持ってる。女なの？女なの？女なの？なんだ、そうだよ。男だって言うから、俺、アッペだからさ、信じちゃうよ。よっさんが貫禄なかったらどうするんだよ。伊達に帝王じゃないと。ね、なんでこんなに買い物してんの？予算でも身長高いから。俺よりガタイいいな。あ、すいません。ジントニック。ジントニック。人間食べにはコメントもらってないじゃん。俺が見てもらってんだ。来た！金牌さんの。大丈夫。
っちゃ元気。そういうもんね。めっちゃ元気ばっかり。なんか、タイムラグが、ね、結構ラグしてますね。さっきこんなに、こんなにはなかったんですよ。ゆっくりゆっくり開いてくるんですよ。ラグって。あー、静かに、実際はどうだ？ビンカー、ありがとうございます。あー！ちょっと同じように。同じように。同じように。なんか、ジントリー。これも誰かの。あ、マジで。俺サラダバーとかずっと食ってられる。それがサラダバーっていう大好きです。すごいよ、金杯。マジで飲まない。すごいよな。どうだって、あと1ヶ月後に飲むんだから。関係なくない？ 1 ヶ月後、跳ね上がるよ。1ヶ月後、跳ね上がるよ。カル君もいる。1ヶ月後、絶対跳ね上がるよ。今飲んだって、あとからやめる。ごめんね。飲むんだから。体が冷えたら良くない。これですか？気になっちゃう。どうぞ。右の足だけまくってんの。今はいい。これも。いい感じに酒飲んでた。おっさん言うのやめろと。いや、まぁ、こんな感じで言うか。俺はグレープフルーツジュース。やっぱ酒合わねえわ。飲んだら死にかけんだから言うわけねえ。すいません。こういうこと言われるんだよ。飲んだから。飲め飲めとした。反対側、ヒカル君とコマティがいる。毎日同じ放送できない。金牌さんでやつとかいる。ありがとうございます。酒なしでね、毎日同じ放送をできるわけで、ヒカル君がいる。イケメン。あ、この3人はね、もうレジェンドが食べない。やつま、個室じゃないよ。オープンで。何人ぐらいだろう？ 120 人ぐらいかな。25人ぐらいかな。前科ないね。前歴ある。逆のカウンターがね、カウンターがね、2、4、6、7、8、13席ぐらいのカウンターになってる。でもリスナーさんが今いるから、あんま映さない方がいい。結構ね、満卓ですごい賑わってるよ。お客さん入っちゃってるぐらいの。すごい盛り上がってる、客が。配信できるし、機材がすごいんだよ。テレビカメラみたいなのもあるし、ポップガードもあるし、モニターがブワーッとあるの。すごいよ、配信機材やばいよ。セクシャーもあるし。めちゃめちゃ豪華です。壁がなくて。モニターもね、壁中にあって、配信が見れる。
なんで東京なの？茨城でいいの？茨城なんで東京なの？東京がやっぱり州だから最初に来るんじゃないの？東京には落ちないでしょ。北朝鮮バカかわいいんだろ。かわいいな。ミサイルが発射されてくるんだよ。バカミサイル発射するとバカだよね。だからどこで落ちてくるの？何もあるして、ね、何もあるして、グレープフルーツもう一杯、もう一杯、はい、お願いします。はい。15ぐらい。だからそのミサイルが最後落ちて俺とかが死んじゃう俺も死んじゃう死んじゃう俺も死んじゃう死んじゃう乗ったらせんなら花火もっていっぱいいる俺さありがとうありがとうございますありがとうございますありがとうございますえっいや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 ノリでノリで行ってみたいえ、いいの？やった！ありがとうございます。これもう、あざーす！せいいただきました！せいいただきました！あざーす！いや、ありがとうございます。せいいただきました。一番足りない、こっちが。ありがとうございます。足りない人になりました。やった！ごめんね。でかいでしょ。満札いっぱい。満札ありがとうございます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 。最後にトントントンって、せんせんせん、僕に満札。え、これ、おぉ！おぉ！1枚くらいで。ちょ、グッズ売れてないじゃん。実はこれ何でしたっけ？え、いや、ハイボール、ハイボール。いや、ハイボール。グレープフルーツ。ハイボールってやつ。ハイボール。CD 一番上、俺。あの、まだ飲んで酒飲まない。俺、酒やめたんすよ。なんでやめたん？なんか飲んでて、頭痛くなるし、高いじゃないですか。痛くなるけど、こういうなんか、なんか、ね、見せるの酒って、そんな言わなくない？言わない。でも、ダメなんすよ。あの、ストロングゼロがあったらね、カテットと、あれが。はい。だって全然飲めますよ。ジュースの方が美味しくないですか？え？いや、美味しい。美味しいですよね。ジュース、ジュース飲んでる。いや、配信のために飲んでるって感じなんですよ。プロ意識。今日、今日、ラッチくんと金前さんのその、9時、10時ぐらいの、あ、じゃあ今、中さんから、お伝えいただいたんで、お願いします。頑張って。声もね、声もね。勝った。もうだけじゃない。めっちゃ見たかった。いや、でも、ああいう公式とかステージ。あの、見てるよ。発信してるから。なんか生活保護のケースワーカーが言ってたんだけど、アル中の家には必ずストロングゼロがあるんだ。そう、ストロングゼロが家の転がってたらアル中の証拠なんだ。あれもう4段目だけど、ストロングゼロ。何杯目ですか？ 7 杯目？全然酔ってない。こんなんで酔わないよ。酔わない。正直。いくらでもいける。全然いくらでもいける。
すげえ。アルコールでも、スマホとか4倍でしょ。子供でも読まない。軽くいるよ。軽くいるよ。かわいいかわいい、軽くが。ヒロインクの方はどうなるんですか？俺は知らないの？俺を深夜の帝王と呼ばれている吉川を知らないんだ。まだちゃんと配信を見た方がいいよ。飽きたの。ツイキャスがあるか見てないよ。ああ、めっちゃ前だ。いや、なんでこんなのも見ないし、見ないよ。配信を飽きたんだけど。すげえじゃん。え、マジ？え？まあまあ、どうかどうか。もしも。だいぶ酔ってる。たまたま今日。全然酔ってない。だいぶ酔ってない。いや、全然酔ってない。マジ？何杯でもいける。いけるいける。だって、全然記憶とは、確かに。もう、ストロングゼロ飲んでんだ。いやいや、リスナーさんだから。あれだよ、ヒカルくんのオーディションのライトはあるじゃん。彼女は隣に女いるだろ。金ちゃん、あります。マジで50万円換金に行きますよね。行きますよね。10万につき50円かかるんですけど、それだったら無限にできます。50万しか振り込まれて困りました。フォローありがとう。フォローありがとうございます。バッキバキです。バッサあたり直さないと。言いにくいっすね。こなれちゃいますね。私がね、25から23なんですけど、いやいや、3歳なの、何歳なの、若いの、何歳な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 の、ノッパペースやばい。何やってんの？何やってんの？一緒に寝てる。え？あんましないの？今の話もない。彼らと何も変わってない。ダメってか、ダメって。どうしてないの？なんか料理とか作ってるから。でもわかんない。自分でも知らないから。その人わかんない。スペンさんいらっしゃい。ぜひフォローしてください。いや、あれでしょ。もう7回8回目くらいです。カメラアングルおかしいな。
フォローありがとう。じゃあ。ヒカル君のリスナーの可愛い子わかんねえ。それいい。みんなフォローありがとうね。フォローありがとう。見た目わからんね。新米さんかみたいな。あ、マイナー。そうだ、いいか、わかんないけど、聞いてみたら帰ってきたな。ああ、出て変わって。住んでればいいんだから。いいよ。10代ぐらい。そう。大手配信者に。どういうこと？バトンさん的には美味しい。いや、別に普通、なんか絵面が豪華だなぁ。でも、まだまだ帰れないよ。ありがとう。アイコババアって言われてるよ。どれ？アイコババア。モエカ。モエババア。妖怪メンヘラババア。ああ、はいはい。そんなに正直だから、他の人のあれ、配信出なかったら、配信やれば。そうそうそう。そう、配信やればいいんだよ。配信やってますよ。誰も来ないんだよ。昨日やったけど、誰も来ない。自由すぎる。早く死ぬ。コメントで反論するね。私有名人だよって言って、広く久しぶりに近づいて、広く46なの。46歳やん。もう。顔出ししないでやれ、やってみれば。アイコさん、顔出ししないで。声だけでやってみたらまた違うかもしれない。あ、そうですか。俺、お前の友達だった。TJ を全然あんま知らないんだよね。いや、ちょっとわかんないですよね。あんま知らないね。ただ、なんか、TJ っていう雑魚が、ふわっちやったら100人ぐらいしか来ないね。あれ、何なんだってね。なんかブイブイ言わせるでしょ。久しぶりに会ったんで。2年ぶりっすよね。2年ぶりだよね。4さんも2年ぶりっすよ。本当。ありがとうございます。どっさんには有り余る財力がある。みんなわかんない。この3人は有り余る財力を持ってるから。配信で成功してるから。金持ってるから。新宿だったら、帰ってから。アリアマズザイル。まさか。コンジさんありがとう。
フォローして。それでもよっさんと何回か会ってる。よっさんの家も行ってるし、結構な四五回会ってるよ。よっさん。石川は浜。よっさんに会うの2年ぶりぐらいかもしれない。かっこいい。引き目なのは。また彼女が生まれた。彼女が生まれた。でも帰るわ。俺が。これを。これだったら。どうして私自分で一周回るので。それでもいいかな。見たけど。2人組がキャスバーにいるから、はいな。で、会いに行こうと思って。で、そしたら、新海さんと新やつと、よっさんが電車の中で会って、100万行くんすかって聞いて、ご一緒していいですかって言う。偶然電車の中で会ったの。なんでよっさん、服破れたやつ。どこすかね、こちらやし。あ、やべ、後ろだ。こっちだ。倒さない。いや、これ今日気づいた。今日破れた。今日はバイクやろ。このね、裏が破けてる。どうまっさら、こっちが破れるの。でも家すぐ近くだから俺。歩いて20分ぐらいだから。え、近い。彼女が待ってる。何百万
そう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 。家近いから。歩いて帰れるといいね。よりも魔王や。1時間で来ちゃうけ。ね。魔王切ったらやつ、ロゴマンだから。ドラアパートだから。魔王を実践するか、ネイヤを。西新宿5丁目。ネイヤさん、魔王さんを嫉妬して。いや、俺、車を免許持ってない。歩いて帰る。いや、そんな広くないもん。彼女いるし、今日。マオちゃん、マオちゃん、やないわ。あれはやりやないか。みんなこっちに謝るじゃん。そうだね、家雑だね、これは。またフォローしてくれた誰か。ありがとう。フォローありがとう。日本全国旅してるんで、よろしくお願いします。絶対やらないでしょ、店に。一番ね。やるって。やるって。絶対一年後にやってない。やるやるやる。大丈夫ってやる。5年ぐらいかけてやる。21日で48日だよ。で、やる気合だって気合。21日で1万人だよ。48人だよ。まだ48人。でも、体張ってさ、やらないと、俺は体がいいわけじゃないしさ。うん、体張んないと喜んでもらえないもん。リアルで、インプを集めたのに、なんか、どこか行ったりしてる。だから今日、総会議行ったり。俺、県外から帰ってきた。日本で僕、ユッカで待ってんの。ユッカに行ったでしょ。帰っちゃうの。楽しい。はい、クライマー出るよ。クライマー出る。クライマー出る。何でもいけるんすね。なんか、総数だけとかじゃなくて。カクテルも何でもいけるんすね。俺、ビールは飲めない。ビール飲めないよ。ビールと、芋焼酎が俺、飛んできたんで、実際近いと。黒石は言えな。どこにいんの大丈夫ですか。もしよかったらフォローして。みんな帰ってきてはだんだんね、席がある。なんで今、席が満席だったんだけど、今みんな帰ってきてから、帰ってる。やべえ、もう。飲んで、飲んでたら来れば。マジで来ないよ。こんな遠くないよ。しかもね、ここね、朝5時まで2000円で飲み放題。コンビ招待だから。ありがとうございます。あ、あとこれ下げた方がいい。6人すいません、6人入ります。6人ぐらい入れるよね。頑張れば。あ、入れる入れる、6人。下のランで。入れる、6人入れる。7人ぐらいから頑張れば入れる。俺の顔、今日朝5時まで2000円。飲み放題、食べ放題。やばいよ、朝5時まで飲みも食べも2000円だった。わって言い訳よ、その店。バンカップだよ。バンカップだよ、バンカップ。
マジで逃げてる。あ、どうやら、セクシーやん。あ、何気持ち悪いみたいな。今、6名来るわ。でも、僕は、7人来るしかない。5分待ち。ギリギリ来るし。俺、もしかしたら来るか、ワンワンの中で多分来るかもしれない。一緒だったワンワン、ワンワンと。え、ワンワン来んの？ワンワンとエンジェル・ギドワンと、リスナー5人くらい。誰も知らないで。昨日に来たら人に言われる。ワンワン。何言ってんの？ごっつり言われてる。煽ってないって。煽ってないって。もう決めないで、ギドワンだけだった。煽って、煽って。ほら、止めてる。イノワン、イノワン殴りかかってくるかも。大丈夫でしょ。今行けるかも。そう。そのためにね。ワンワンとはあんま仲良くない。仲良くはない。ワンワンと。もしか来るとっても、今、7人入れる。あ、で、金梅さんが、コンビニでキャラメルコーンと、マルボロ赤のボックスを買ってきてほしいって。死亡よ。いや、手がさ、いいね。頼まれたら、別に言ってるの多分入れる。移動させるから。あ、ちょっと、だから、テーブル一つ開けられる。YouTube に。はい。あ、大丈夫。だから、カラメルコーンと、マルボロの赤のブックスを、1人朝5時まで食べ放題、食べ放題にして、はい。はい。今から。それは、個人の感想や。じゃあ、お前に寿司食ってくれる？お前は俺より人気あるから。いや、お前の方が絶対人気ある。2年ちょっと。いや、2年、俺、昨日とかやってる。はい、一緒にしよう。それいい。それいい。じゃあ、あれかかんない。ちょっと待って、ちょっと待って。今、女の子、あ、やばい、これ。これ、これ、あっちやばい。あっちやばい。いいかね。あ、いいかね。インカメ。頭で、ね、俺使ったよ。それみんな50円。インカメは若いけど、知らせんじゃん、50円。いいじゃん、50円だって。ちょっと待って。あ、なんでこんなにおしっこしたくないの？初めて。ね、全然行かないよ。俺めっちゃ光ると仲良くなそう、ちょっと、寄せます。ちょっと、そっち側に寄せます。すいません、手伝います。手伝います。全然手伝う。ごめん。
ここのかわいい。これまでしたんだけど、出てこない。あ、全然出てこない。かわいい。あ、お前来たんだ。お前来てん。知ってる、さっき友達になった。知ってる。知ってる名前です。お？マジですか？今さ飲まないよ。病気だから。おっさんが相当煽ったけど飲まなかった。今まで配信でやったことは何ぐらい？糖尿病。いや、これとか、糖尿病って締めやんだよ。バイアグラ？締めやんだよ。こいつバイアグラ持ってんだよ。バイアグラない、立たないの。マジで？でもこれ女の子、女の子用のバイアグラってあるの？あの、これ、21日で、28日。今日、今日じゃないです。
てか、そこまで、あの、名前やりたいってことだよ。当たり前じゃん。当たり前じゃん。当たり前じゃん。まぁ、調子に乗ってやる。あ、29。今、その、22やったりやりたい。29。無限やったりやりたい。わかる。無限がいなさい。そうだよ。あの、そんなことないよ。俺が20万もなんかやられない。やるべきなんだ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 。今のやりたい。でしょ？酔っ払ってるじゃん。酔っ払ってた。今、完全にクラップ買いましたから。よく言うわ。何回でもいける。何回でもまだ絶対いけるけど。すごい。完全に酔っ払ってる。やりやるわ。で、では前の一件で、否定されることない。よっか、隣に女の人と、否定されることない。変わるの。やめてけ、いいんだよ。ノージェ二人で。スリーマンスリーでもーマンスリー今日締め日っすよ。今日締め日っす、マンスリー。もしよかったら花火の応援お願いします。花火ください。次に関しては炎上しときしない。今日、締め日なんだよ。ありがとうございます。僕やってるから、ウイラさんとは会ってないね。一回やばれてる。一回で、どうなんですよ。でもわかんないよ。わかんないよ。別の議論するか知らない。ワンワン入れない。入れないの？ああいう流れ。大丈夫だ。大丈夫じゃないでしょ。ワンワンだろ。そんなに流すわけに。何人来るんだよ。絶対これもう、これ。そんな変わるんじゃない？伝えてわからない。無理。危なかった。すいません。グレープフルーツジュース。ニコ生したじゃなくて俺知らないのは僕よ。いや、いいよ、いいよ。ニコ生したでしょ。下手の喧嘩したくないもん。試合前だから。トラブル起こしたくねえから。わかんない。ニコ生のしてるか。ニコ生にして初見さんどうも、もしよかったらフォローしていってください。よろしく。アドです。マリコ
何いけるえ何倍でもいけるって言ってたおい、ないわ水とか言ってるよ。いや、まあ、いや、長いえ、マジすいません。お水ください。ないわよ、そんな。一応、でも、動けなくなっちゃう。ああ、まあ。いくらでも飲めるって。ないわ。おいおいおいだよね。安全におっぱい。水だった。ここで、チャトレで顔出ししてやってる。いや、いくらぐらい買うよ。あんたら、ほんと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 、シンサラさんだって、みんなのコメントが教えてくれて、シンサラ、シンサラ。横に従うんだけど、シンサラさんだって言わないよ。ありがとうね。ありがとうございます。前後だから貫禄あるよ。ここら辺は作ってきたら歴史が違うぞ。おっさんいるよ。金梅さん、金梅さんやっと。で、ヒカル君もいる。ありがとうございます。あとこれ食べてもらっていいですか？カズいるよ。カル君でも今外に出てる。やばいな。カル君いるよ。ちょっと俺タバコ買ってくるわ。ちょっとタバコ買ってくる。面白い。あ、続けて。よっさん、乾杯して。いや、俺いい。はい。じゃあ、ついでにだけ仕上げて。お前のもね。
こいつに勝ってんだって俺はやっぱり実際に来てる人だよって言ったわね。便所太郎罠にはめたんだよね。頑張ってくださいね。配信外で。でかよっさんよっさん横行って俺横行って来て行って、よっさん
お前こっちばっかり見てて、羨ましいな、みたいな顔してるから、俺横行って。お前めっちゃ羨ましそうな顔してるでしょ、絶対に。あ、見ていいのよ、ね。いや、おっさんの横行きまーす。おっさんの横行っていいの？あ、ブロック入れたよ。大丈夫。ありがとうございます。あ、ブロック入れた、ブロック入れた。
将来の、あいつの将来たちが乗ったんですよ。あれ、どうだった似てるんですよ。脱線用のバーで、今日だけなのかわかんないけど、飲み放題、食べ放題2000円でやってんの。カル君通りいる。大丈夫だよ。今日は、金額と銀額で、神戸川と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 、いや、もう立ってねえよ。今、満足で25人ぐらいいるんだよ。満足満足。それ上がることはないかもしれない。はい、クラモン。おー、クラモンさん、どうもどうも。いいっす、いいっす。今、新宿です。どうもです。花火ありがとうございます。フォローありがとう。やりたかったんじゃろ、それ。何もともとニコ生で、ニコ生からツイキャスをやったの。たくさん振って、こういう夢から登場して。どっからいらっしゃるんですか？長野県。あ、長野から。紹介議行ったんですか？紹介議行って。知らない。わかんない。決めればいける。決めれば。よくわかんない。知ら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 ない。よっさまで、なんか、カウンター行ったね。カウンターに。ありがとうございます。すいません。よっさまで、カウンターに移動したね。なんか、女の子の隣に座って口説いてる。いただきます。普段通常だとどんな感じなの？普段はね、何のメニューを持ってるの？全然いい。完全に狩りよ。女大好きお前が。今俺、音の場合。
ツイッターもフォローありがとう。普段はね、普段は、ね、普段は、ね、あ、でも歌舞伎町でこの歌舞伎やってるんですよ。本当に頼んでる。すごい。安いよみんな。1時間1500円で初回。で、延長ごとに1000円で飲み放題だって。安い。安いよ。およ、ありがとうございます。キャスバーね。キャスバー。歌舞伎のど真ん中です。で、配信もできるし、機材もすごいしっかりしてる。いい感じだよ。1500円飲み放題安いよ。空気読めないからね。いくら飲みの席でも。安いよ。一等地だもん。だって、ホテル目の前よ。映画館。すごい、一番高いよ。これ人気が出るわ。大広瀬はどこで？あれ君は今どっか行ったね。ポカスに当たってんじゃないかな。全員に行ってくる。
誰に指さしてんの？あ、ごめんなさい。空気読めよ。あ、よっさ、これよ、これよ。これがよっさんだな。これよ、お前よっさん。お前の横行ったり。これの、よっさん。左。てか、よっさんいったら、なんで嫌われるの？やばいよね。めっちゃ可愛いよね。なんで結構みんなで言うと、みんなの見てても勉強になるわ。ありがとう。やめろよ。久しぶりに、長編の友達に会えたから。サルくんね、いいって言ってくれた。どうも、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 どうそうそうそう。リスペクトだ。リスペクトないとダメだ。では出さない。フォローありがとう。フォローありがとう。わかんない。いや、まだ。気になるでしょ。ねえ、なんで私も言われないのって思うでしょ。ああ。酒は飲んでもいいけど、飲まれたらダメ。みんな楽しくね。いや、すごいっすよ、ヒカルくんの金バイさんのリスペクトは。すごい伝わってきますよ。わった面白い。大好きだもんね。風船ありがとう。また巻き物が出そうだよな。芸能人とかだとね、スタッフさんがね、おっきな人とかだとちょっとって止めてくれるんだけど、俺ら芸能人じゃねえからな。ごめんね、東京先輩、違うんだよ。小倉と絡むのが久々だったからさ、映らないでって意味じゃなかったから、ごめんね、なんか変に気遣って。絡みたかったのよ、ゆっくり。小倉が終わって、小松に来てたから、ちょっと待っててって意味だったの。ごめんね。言い悪くしたらごめんね。あっさり絡むために、ちょっと待っててって意味だったの。東京先輩さ、目があったんだけど、ちょっと待っててってやっちゃったの、俺。それで気遣ってさ、すぐ帰るよって言ってくれたんだけど、そういう意味じゃないから。ざっくり話したいから間を置いたの。ごめんね、気遣ってくれて。ありがとう。カメラアングルいいよ、全然。
そうすれば半年も長いし、みんな言ってる。よさはカウンターだね。カウンターの女の子と絡んでる。結構疲れますよね。わかるわかる。数千十個プレゼントありがとう。これ俺あのグレープフルーツジュース、グレープフルーツ。酒はいっぱい半飲んで、あとはグレープフルーツ。酔っ払ってのんちゃんに迷惑かけたくないから。のんちゃんお酒飲まないから。俺が飲むとのんちゃんに迷惑、彼女に迷惑かかるから。酔わない程度にお付き合いでいっぱい。スクリーンファイバーがあるよ。まだ、始まって。一緒にじゃあ、今年、あ、本当に、あ、私大丈夫です。大丈夫です。どこで生出しやる？どこの前やってくれ。はい。イケメンコーラ知ってます。コーラ知ってます。コーラ、ちょっと、コーラさんの話もよく聞いてました。ああ、よかった。元気ですかね、コーラ今。出てるね。お名前かかっても言って。残念です。あれじゃ、ニコ、え、残念な好きって、ニコ生で一番イケメンって言われてるじゃん。自分が言ってるだけですよ。自分が言ってるだけ、自分が言ってるだけ。松木さんが始まって。残念、松木さんが。はいはい、今僕、日本一周でリアクションするために。ついたくねえよ、あなた、伸びてみえました。あ、ほんとに、ほんとに、ほんとに。カウント入れていいですか？あ、大丈夫です。あざーす。すげえ、頑張ってください。ありがとうございます。お願いします。あざーす。残念な月だ、そうだ。超イケメン、超、超、あれじゃん。知ってます、知ってます。名前だけ知ってくれてるだけ。だってもう、みんな好きだ、好きだって、女生の人。本当に、本当に。嘘、これは嘘。謎が解けたわ、超イケメンだわ、リアルで見ると。それ、クワッチっていう配信サイトで。今、クワッチはいいんですよ。そうだ、俺、クワッチ見ましたもん、だって。いやありがとうございます。すいません、なんか。なんか、花火しますか？いや、花火、どうなんですかね。お願いします。今、一個だけください。一個だけ、お願いします。これに関してたことによる、なんか何かが、一個だけお願いします。イケメンだよね。残念な、これさ、知ってる、知ってる、知ってる。もう一番イケメンだって言うけど。なんでね、すごいね。なんで俺、わざわざすごいって。ヒロ君まだ帰んないでしょ。帰んないでしょ。オッケーオッケー。え、すごいイケメンだね。すごいよ。いや、これ、いい匂いだけど、本当に。いい匂い。いい匂い。俺が恩返しできるのはそれぐらいしかない。今、キャスですか？キャスです。やばいんですけど。なんか、どんどんなんか、自分の知ってる場所に行くのが前から見てて、この辺がもうどんどん有名になってて、あれだけ置いてかれてるんですよ。いや、置いてかれてないし、いや、置いてかれてますね。寂しいんですよ、ね。あ、これ多分、ジナって知ってますか？嘘。ジナさんだ。え、紹介機帰りですか？今日は。今日は終わりの時間だけリアトツマッチしようと思って。パートもあって。リアトツ人数が1万人って結構やばくないですか？やばいっす、もう4年ぐらいかかります、多分。
するまでやりますやります、やります、全然。で、仙台にいたんですけど、行く作戦をとバーンと回ってて。で、帰ってきたんですよ。紹介機で誰か会えないかな。すごいなぁ。一万人はすごいなぁ。なんか、みんなに無理だって言われてますけど、誰もやったことないことやりたくて。絶対負けない。負けない。絶対負けない。負けない。そう、ついてきます。全然負けてないところ、俺は、じゃあ、証明、証人として飲ますよ、結構。わかります。何年かかってもやります。そうです。上の手が、上の手がオタマトーンっていう、そう、泣きがあるんだよ、ね。それをやったりして。イケメンだね。初めて見たわ。俺が伝説の、ニコ生一、かっこいい。俺がかっこいい人だから。俺が本当にかっこいいからだけど。いや、でも、女の生でしか誰か好きなのって言ったら残念です。みんな言うの。言う、言う、言う。言わないです。そんな構わなくて。いや、本当に本当に。よっしゃ、お疲れ。残念な、残念です。でも、窓が初めてなんで。すげえ緊張してるんですけど。おしっこすごい我慢してます。でも、長いですよね、もう、ニコ生。そうっす。ニコ生ってか、もう配信がニコ生初めて、から始めたんで。うん。4年ぐらい。あ、じゃあ、同じぐらいですか。だから、若さん、バッグとか、そう、福沢町代の、知ってますね。3年ぐらい。俺、結構怖い人のイメージだったんで、俺。いや怖い人のイメージだったんで。悪名高いワドでもコーナーから話は聞いてほしいと思うんですけど、これ僕やばいっすね、バラバラです。明日直そうかなと思って。コロありがとう。コロありがとう。今、普段どうだろうな、347で。すごいな。僕が平均でピンでやると200人ぐらいなんで、多分今日、あまあ、大物ボーナス。4万円のピンバッグでやっと。すごいじゃん。でも、なんか、ニコ生でやってて、辰巳 A 出るか出ないかぐらいだったんですよ、後半が。で、僕、客に移動したら、50人ぐらいしか見てもらえなくて、ずっとお勧め来てになっちゃって、でも、やめようかなって検討したところに、たまたま詳しくやったら、閲覧が200人ぐらい、うわ、来たよ。来たよ、バケモン。あの人、来たと思う。ワンワンだ。ワンワンでしょ。ワンワン、残念だったんだ。おすすめでーす。ワンワン、何やってんの？携帯は？もう全然全然、また今後、よろしくお願いします。承認としてみますか？あ、全然全然。頑張ります、頑張ります。はい。もう、諦めたらディスりまくっていいんで。ボコボコにいますね、その時は。ボコボコに。普段は絶対言えないけど、その時はボコボコにいますね。男じゃねえって言いますね。ありがとうございます。やばいなぁ、なんか、金切り声が聞こえたなぁ、今。金切り声が。そうそう、ニコ生の残、今キャップやってんだって、チャンネル。めちゃめちゃイケメンだわ。いるよ、次のワンも。いや、俺が立つのはちょっとできる。お手洗いはね、俺が立つのは、こういうところにある。お願いしまーす。わたくさん、LINE 交換します？全然いいっすよ。QR コードはいいっすか？大丈夫っす。僕のを出しますね。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。まあなんか喋ったのに言われて。いや、あ、しょうがないんだよ。ワンワンが電話した時は、開いてたんで。大丈夫です。本当に。
海道の店は絶対関わることないだろうと思ったんですけど、詰めれば何人ぐらい入ってるか。ありがたいです。ご縁ですね。ご縁ですね。なんか、埼玉とか、あったりします？あ、しますします。日本で多分、5人分もあるんで、しないと。いや、5人ぐらいかかるんで、多分、埼玉だと、了解です。了解です。払うよ。本当に？2枚目。ここにいる。はい、チーズ。揉める気ねえよ、俺。じゃあ3杯目いきます。3杯目。はい。はい、チーズ。はい。来たよ。はい。ありがとう。すいません、ありがとう。ありがとう。ありがとう。もしあれだったら、ナンバルさん。フラッチでやるんだ。カナビスだ。なんかからよろしく。すいません。ありがとうございます。気をつけて。俺はまだいる。よっさん、カウンターにいたけどな。どこ行ったの？どっか行ったのよ。よっさんいなくなった。フォローありがとう。やばいね。あ、これいいよ、いいよ。俺も映ってもいいですか？なんかね、あんなもん。いや、だって全然詰めてないじゃん。まだ詰められる。まだいける？まだいけるよ、詰められるよ、これ。いつか。俺みたいな、仮想配信者いいっすか？
全然違うね。ちょっと見せようとしてるけど。庭の声が聞こえる。全然違うみたいな。何で思ってるの？あー、でも、オレンジジュース。オレンジジュース。すいません。オレンジジュース歌ってください。あ、ごめんなさい、3つ目。大丈夫。席詰めろって言われるってこっちとさ、向こうに移ると消えろって言われるとすげえ肩身狭いんだから。あれでしょうって、なんか、俺が決めたさ、笑っていいよね、これ。すげえ怒られたな。あー、いいね、これ面白い。今井さん飲まないよ。今井さんは、決意が硬い。これ、レギュラーメニュー。やっても ありがとうございます。はい、立てちゃいます。あ、すいません。お願いしてもいいですか？ちょっと、負けてんじゃん。おっさんおむつしてるからおしっこできないんだ。必死にリトマスしてくれた。あれ寝てるわ。検査結果出たよ。どうなんの？どうなん？え？
うわ、ちょっと待って。じゃあ、え、やばい。マッチョミックス。マッチョまで行ってる。マッチョ。よっさん、やばいよ。糖尿だよ、糖尿。俺が言ってんの。で、俺、こんな動く適当見たことない。500だよ、5枚言ってんの。血糖値が。よっさん、糖尿500。マックス。完璧に。さっき追い出したよ。やばいな。真っ黒。だってどっち？だって合わせよ。完全にやばい。もうマックス。おお、そうにゃぶよや。俺さ、出るわ、店。それは何を言うの？店。あ、ワンワンでも入れないよ。詰めても入れないかな。詰めても入れないの。すいません。あー、お客さん。ちょっとそこに入れてね、もう少し詰めてもらえますか？どっちですか？どっちですか？こっち側の方に。こっち。はい。すいません。お前もだよ。すいません。もう少し。おっさんマジでやばいレベルらしいですよ。血管障害出る。いやもうだってずっとあれね、もう2、3年間これで放置してんだ。2、3年間これで放置してんだ。マジで病院行った方がいいよ。いやだよ、行きたくない。これどう？いらない。いや、俺出るわ。いらない。出て、一緒に行く。今、席ずれてもらったんで、全然ずれてくれないじゃん。いや、だから今、さあ、いいから出る。こっち、フォローありがとう。ごしつけ変わったね。唐揚げ食べる。お腹空いてない。大丈夫？大丈夫？時計は変わりました。大丈夫？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 
残念だったニコ生の配信者で、ニコ生で、イケメンで有名な人。さっき初絡みだったんだけど。今回さ、あげるな。今のニコニコのままさくなでだけど、今の数で。マジで？はい、本当に？やっぱり広いよ。そう、物まねをしてるので。やばいっすね。やばいっすね。やばいっすね。俺ら面白いけど、ちょっと。やばいよ。心配やばいっすね。心配なんだから、心配なんだから、全員心配なんだよ。ちょっとやばいよ。心配さん以上。だからね、健全な人でも自分たちの気持ちじゃないかっていう。死ぬ気でやってるのはもうガチで。死ぬ気で配信やってるから。イケメンだよね。すげえイケメンだよ。あ、やったな。井ノ原さんじゃん。いい意味で、岩田にたがわぬイケメンだって。井上さんとね、絡みたいくなってきて、そうそうそう。岩田に、一回だけじゃなくて、まだ変わる。行きましょう。行きましょう、ぜひ。いいんだよ、ぜひ。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 そうそう、沖縄の、沖縄の。ごめんね、師匠。あの、プロ野球ステッカーみんなにあげるわ。ほんとにいいですか？やったー！ごめんなさいね、ってばっかり。これ撮ってんの？うん。実は私の、私の姿どうだったんだろう。ね。ちょっと見てくれた。なんで来てんの？上がってくれば、上がってくればいい。最近のその年間に一番最初こっち行ったら全然まだ全然何でもう疲れた ごめん、残念なさんは、あニコ生で超絶イケメン。マジで新品あげて、今日やっちゃった。マジで浴衣どこに脱ぎ捨ててきたの？ここだよ。袋に入ってるの？居酒屋で脱いだよ。いや、終電がもう間に合わないよ。どうしたの？じゃあ、どうやってるんだって。本当だね、岩田さん。ここだけの話。何が？マロンちゃんと。いやー、わかんない、俺も。あれは、いやいや、俺も聞いてないもん。ネタカさん、宮川呼んでいいってよ。うん、あ、2000円払えば大丈夫だよ。宮川2000円。宮川1万。宮川呼んでいい。宮川1万見てよ、これ。宮川見てこようかな。見てきていい？あ、フォローありがとう。いや、頼んでない。ありがとう。いや、トマトジュースない。
これでも大丈夫です。ありますか、他の。カメライザーで。はい。あ、はい、ありがとう。そうや、月曜だもん。ねえ、ほんでもっとありがとう。またなかったら絡んでる、俺も。嫌われ者なんですよ。あの、もう本当。はい、よろしくお願いします。僕が沖縄行こうとしてできなかった。その時結構見てた。だから行ってるっていうのは。あんまり行こうとはあんまり行こうとしてなかったらしいんだけど。ねえ、また行きましょうよ、ひろくんさん。あるじゃないですか。また行こう。わかりました。あ、先払いなんだ。先払い2000円。この辺で1000円が。そんな買えないの？買えないの？あるそうだ。あります。ゴールデンウィークだから人来てないんだって。絶対2000円買えてないじゃん。5000円買ってもんだって。俺1000円しかないわ。1000円しか。あの1万円しかない。それですかね、頭から100円で買ってくれたら。わぁ、1000円だし。窓さん1000円買ったら。なんで俺がこいつ。窓さんってか仲悪いんですか？いや、そんな顔になってんだから。なんで俺がこいつに貸すんだから、窓さん怒ってるから。窓さん、窓さん。じゃあ、永遠ですから、窓さん。窓さん、若い人もんだったエンジェルさん。ちょっとずつ更新で。あ、それ。おしゃれっす。
どうも。店長、生一つください。生。え、友が死んだらどうすんの？ギノワンさん。友が死んだら。友が死んだら、会社は、ギノワンさんの会社なんだ。なるんだ。もう死んだ方がいいじゃん、あいつ。たまね、後ろから電車。俺、トマトジュース買うんだ。あ、酒飲まないんだ。やるだって言ってたじゃないですか。結構飲んでる、飲んでたよ。いや、飲んでるよ、結構俺。9杯ぐらいですよ。女でいくらでも飲めるわ。9杯も結構飲んでる。すごいね、なんか。すごいでしょ、なんか。これ、ちょっと、撮ってんの。この放送で。コメントがわからんからさ。どんだけ叩かれてるかわからんけど。ツイキャスだから叩かれてないんですか？でもなんか叩かれてる気がする、これだけで。これだけで叩かれてる気がする。叩かれてる気がする。好きだけど。おい、いらっしゃい。楽しんで。すごい大好きなのね、川崎洋平くんのことね。え、あ、洋平くん仲いいよ、好きだよ。え、こんばんは。やっしゃい、スカね。酒軽く飲みましたね。いっぱい2杯ぐらい。何ステッカーがいいの？何ステッカー？フライキフライキ。俺今グレープフルーツとかオレンジジュースとか。それはないでしょ、別に人がいるから。こっちの、この隣に女性が座った方がいいんだけど。のりこさんとは多分和解してると思ってる。みんな配信者なんだから。何言ってんすか。風船10個ありがとう。トレーニングしてるからじゃなくて、もう酒の体に合わないからやめたんだよ。だからこういう場では一杯、いただいてますけど。いや、もうそろそろやめるよ。いらないよ。あ、どうもどうも。オレンジジュースもう一杯ください。何枚？ 3 枚ぐらいで。ありがとう。ありがとう。ありがとう。見て、チョコタンからさ、いっぱいもらってる。え、チョコタンもう一回飲む。やっぴー、これさ、パソコンだよ、チョコ配信。ね、ドラッカのステッカー貼ったけど、剥がしちゃった、なんか、うんこが悪いような気がして。剥がしていいよ。なんか、ビートたけしのこと、あれしたじゃん。あ、園長、また来てね。さあ。450名さんいらっしゃい。何？リスナーさんもあったよ。リスナーさんもあったよ。青は嘘しょうせいの方が。いや、よっさんと迎えにいるよ。ヒカル君の隣空いてんのかな？ヒカル君、隣の席空いてる？空いてない。ああ、絶対映すなって。いや、違う、みんな見たいって。いいよ。いや、うん、あ、でもリスナーさん映さないで。あ、僕は、大丈夫です。
これ何も知らないよ。自分の彼氏は知らないわけないのね。知らんよ、この子。結局、ちょっとカラオケに大体受け継ぎらしいからいい。あ、どうぞどうぞ。じゃあ、俺の放送を閉じるね、みんな。はい、俺の放送閉じていい？そろそろ。残り2分で閉じるわ。誰それ、どうした？あれ？また見ちゃったんだけど。あ、これ何だもん。じゃあ、俺家帰るわ。え、ワンさん帰るんすか？帰ります、帰ります。え、近いっすか？こっから20、歩いて20分くらいやるんですよ。1杯飲んだら帰ります。朝まで。で、後で。演奏しない。ありがとうございます。私でも、こんなに持ってるもんね。え、ないよ。ベビー。うん、ありがとう、ヒロ君。会えて嬉しかった。炭のお皿を。あ、はい、はい。これが灰が入っちゃったから。ああ、はい、わけ。これとかも飲まないんだよ。のんちゃん起きてるじゃん。私ね、マドンさんとかあんまりね、絡みたくない、絡みたいけど、絡みたくはないけど、普通にしたいんだけど、ね、入り口がされそうになったの、マドンさん。なんでそうなんだろう。何も困ってない。知らない。何も知らない。何電話があんの？なんかあった気もするね。こんばんは。じゃあ、残り30秒です。ありがとうございました。お疲れ様です。フォローしてくれた人ありがとうね。おとつ、482名さん、ありがとうございました。カレー。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前、バッドボタン押してんだよ、もう。